優勝戦五号艇の木田峰幸選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は四コースからコンマ一丸のスタート。接戦の中、二着に粘っての輸出ということになりました。はい。順位振り返っていかがでしたか。いや、なんかもう、やっぱちょっと前過ぎてて乗りづらいなあっていう感じで行きました。はい。十二、はい、レースは池永選手が逃げた後、バックではもうひしめき合っていましたけれども。そうですね。ちょっと必死でしたね。はい。はい この12だけ小島は回るんですよね,ちょっとね僕の体感としてはそんなイメージですね、はい、今節、1節間を通してなんですけれども、まだ使用2節目のエンジンだったんですが、どう評価されてますかエンジンのポテンシャルは、はい、僕がこの成績なんであると思うんですけど、はい、うまいことバチッと合わしきれてないなっていうのが現状ですね、はいまあ、冬のような日もありましたし、まあ寒かったですね、はいはい。そんな中で足のタイプとしては 例えばここがいいっていうのありますか。結構両極端に叩いてるんで、何とも言えないんですけど、はい、まあしたちょっと外枠なんで、ちょっと直線を意識した仕上がりを意識してペラをやろうかなと思います。反応はあるということですね。ますごい伸びるわけじゃないですけど、行き足は良さそうかなと思う感じですね。はい、はい。この年末に来てこの優勝戦乗ってきてリズムを上げるというのも大事ですね。 そうですね。小島のこの時期、相性員いいで、はい、はい。この時期に優勝されたこともありますね。はい、はい、では今節もいいレース期待したいと思います。はい、優勝戦向けての一言お願いします。はい、一生懸命走ります。応援してください。